はいここんにちちははバンクアカデミーのいでですす今日はこちらですいつの間にか円安に戻っていて1ドル150円近くになっているけどこの先はどうなるのという話をしてきますこの質問は最近よくもらうんで気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では超円安の再来で 2024年末の米国株はどうなるか今の時点の投資を待つべきか徹底解説しますのでこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょう <music> ではこのパートで1ドル150円もあるか超円安の再年で2024年末は 米国株はどうなるかという話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。2024年10月8日時点で、再び1ドル150円近くの歴史的な円安で、E マクシスリム米国株式など、円換算での米国株式は大幅に上昇中。ただし、為替は、まだ米国の利下げが多少なり済むことを踏まえると、方向性は円高か。 また株式も今のところ景気交代局面入りはなさそうだが今後の指標次第ではその可能性もあるので大幅な下落も確保しよう。自分は積み立てを除き現時点で米国株に投資はせず下落時はマイルール通りに差し値注文で資金を入れていこうと思っているこの結論もとに2024年末に向けて 米国株投資はどうすべきかを丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、あっという間に1ドル150円近くの円安となっています。こちらは日本円と米ドルの為替相場のチャートですが、2024年9月の半ばに140円まで円高が進んでいたんですが、今度は急激な円安が進んで、10月8日時点で 148円となっているため、なんとたったの数週間で10円近くも為替が動いたことになります。この最近の円安の背景は何かというと、大きくは2つあるため、まずはこちらの記事を読んでいます。日本式を円が下落。石橋省の発言で早期の利上げ観測が後退円相場は一時、1ドル147円台前半と8月以来の安値をつけた。石橋省は 日本銀行の上田総裁との会談後に追加の利上げをするような環境にあるとは考えていないと記者団に語った。石橋が自民党の総裁に選出された際には、円は急騰、追加の利上げに比較的前向きだと見られていた石橋の利上げに後ろ向きな発言の影響は大きい。つまり、日本で追加の利上げはしばらくなさそうと感じられて円安に済みました。 あとはもう一つの要因は米国のため、こちらの記事も読んでいます。米国の大幅利下げの観測、堅調な雇用情勢を受けて大きく後退ニューヨーク市場で円安株高が進む。米労働省が発表した9月の雇用統計は、就業者数の伸びが市場予想を大きく上回った。雇用情勢の堅調さが示されたことで、市場では FRB が再び大幅な利下げに踏み切るとの見方が大きく後退し、米金融市場では円安株高が進んだ。うん。これは何かというと、10月4日発表の9月雇用統計で、米国の大幅利下げは一旦後退しました。今までは雇用情勢の悪化から大幅な利下げが予想されていたんですが、その見方が変わったということになります。はい、こちらが 米国の9月の雇用統計で、まず米雇用者数は予想14万人に対して25.4万人とかなり強い結果に、加えて失業率もやや下落傾向で改善しており、これだけ雇用情勢が良い,い方向に動いているなら、景気交代リセッションは来ないんじゃないか、大幅利下げをしなくてもソフトランディングができるんじゃないかという期待が高まっているんです。 実際、米国の政策金利はどのような予想になっているかというと、米政策金利は9月の0.5%の利下げで4.75から5%になっていたんですが、11月はそのまま据え置きになると考えているのが15.5%。以前はもっと急激な利下げが予想されていたんですが、米雇用統計の結果を受けて利下げ期待が後退しています。これにより利下げがなければ、 ソフトランディングの期待から株価は上昇。また、利下げがあっても株価には基本追い風となるため上昇が期待できると考えられています。また、S、S&P5 0は年末に向けて上昇するんじゃないかという予想も出てきました。こちらは10月7日のブルーンバーグの記事で、ウォール街の有力ストラテジスト2人が米国株への楽観性を強める。ウォール街の有力ストラテジスト2人が 米国株に対する楽観性を強めた。堅調な労働市場や景気の底堅さ、金利低下が背景にある。モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏は、より安全なディフェンシブ株との比較で、景気循環株に対する判断を引き上げた。4日に発表された米雇用統計が市場予想を上回ったことや、米国の追加利下げの見通しを根拠に挙げた。同氏は今年半ばまで、 株式に対して弱気な一人だった。ゴールドマンサックスグループのデイビッド・コステン氏も S&P500 の無効1年の予想を従来の6000から6300へと引き上げた現行の水準から10%ほどの上昇を見込んでいることになる。ただし気をつけないといけないのはこういった発表があると必ずしも上昇するわけではなくここが天井で 逆にに下落するる可能性もあるので、でそこまま楽観視はしししないようにしましょう。ょさて、そんな中で、Emax Slim スス米国株式の基準価格も見ておくと、順調に上昇しています。8月の初めに、米景気交代の懸念から大きく下落したものの、足元では回復しています。現在は1ドル150円近くの円安。 さらに S&P 具役上昇の相乗効果で基準価格は3万円台に乗っています。ただし大事なのはこういった時こそ注意が必要で11月は FOMC だけでなく米国の大統領選もあるので年末に向けてまだ相場が荒れる展開となる可能性も考えられます。さらにここからの経済指標次第では景気交代に入る恐れもまだ十分にあり得るので 油断は禁物です。そのため気をつけないといけないのは今から米国株へ投資をすると円高株安値は損してしまうことです。例えばある米国株式の株価が30ドルだとして1ドル150円の時の円建ての評価額は4500円30ドル ×150 円その後米国株式の株価が25ドルに下がってさらに1ドル120円と 円高に傾いた際の円立て評価額は3000円25ドル ×120 円でダブルパンチとなりマイナス30%以上の下落にそのため今から EmaxSlim 米国株式などの米国株へ投資をするのはやめた方がいいのか積み立て投資は下落時は安く買えるため継続しておけばいいんですがスポット投資は一旦中止するのがいいのか自分の父も楽天 SCHD に 一千万の投資を始めたんですが、景気交代懸念まで考慮して、来年の末まで月62万5千円の積み立てとしました。この自分の父の楽天 SCHD への投資戦略は、こちらの動画で紹介しているため、概要欄にリンクを載せておきます。そうしたら逆に、年末に向けて、もし為替と株価で暴落が来たタイミングを見計らって、投資をする際はどうやるのか、確かにこれから、 下落が進んだら絶好の買い時となるためこちらのイラストを拡大します参考までに自分のタイミング投資のやり方をシェアすると例えば足元が直近のピークとしてそこから10%下がるために資金の4分の5ずつ投資すればマイナス40%の下落までは耐えられる計算になりますそのようなイメージで暴落局面のタイミング投資も仮に イーマクシススリム米国株式なら、円建ての S&P 額が10%下がったら丸円、20%下がったら丸円を投資するように、マイルールを決めておくのがいいでしょう。いずれにしろ、スポット投資は感情に左右されやすい分、とにかくマイルールを決めて、機械的に行うことが大事です。このマイルールを決めた投資方法で、e m マクシススリム米国株式の買い時を考えてみましょう。 こちらは EmaxStream ーースス米国株式の基準価格の推移ですが、直近のピークが2024年7月11日の32,813円だったので、このピークを基準にマイナス10%で29,531円、マイナス20%で26,250円、マイナス30%で22,969円、 マイナス40%で19,687円。これらの価格まで下がったところで、資金を四分の5ずつ投入して、スポット投資を行えばいいでしょう。ただし注意点として、e m a x s l i m 米国株式のような投資信託は、リアルタイムで買えず、1日か2日くらい、約場日とのタイムラグが発生するので、リアルタイムで買いたいなら、次に紹介する国内 ETF もありだと思います。 ちなみに、足元の基準価格は2024年10月8日の時点で3832円なので、ピークからマイナス6%近く下落していることになっています。また、リアルタイムで買える国内 ETF の1655の買い時も紹介します。こちらも円建ての S&P500 に連動しますが、直近のピークが2024年7月11日の 658円なので、マイナス10%で592円、マイナス20%で526円、マイナス30%で460円、マイナス40%で394円。その上で足元は608円なので、例えば資金の4分の1にて592円で差し値を入れておくイメージです。あまり相場を見すぎるのも時間を取られて良くないので、差し値をうまく活用しましょう。 では最後に今後の相場感と自分のルールを整理して終わりとしますが大前提として未来の相場は誰にもわからないんですが為替はまだ米国の利下げが多少なり済むことを踏まえると方向性は円高になるかとは思いますまた株式については今のところ景気交代局面入りはなさそうなんですが今後の指標主いてはその可能性もあるので大幅下落の確保もしておきましょう その上で自分は新ニーサで EMAX スリム米国株式の月30万の積み立てを続けるのと今後2番底を含めた買い時が訪れた際は1655でマイルール通りに差し値注文で資金を入れていこうとは思っていますはい今回の話は以上となりますが最後に僕からのお願いとして今後の相場に関して何か不安や質問があれば コメント欄で気軽に聞いてください。また、その際は一緒にチャンネル登録もお願いします。はい。では今日のまとめです。2024年10月8日時点で、再び1ドル150円近くの歴史的な円安で、E マキシスリム米国株式など、円換算での米国株式は大幅に上昇中。ただし、為替はまだ米国の利下げが多少なり済むことを踏まえると、 方向性は円高か。また株式も今のところ景気交代局面入りはなさそうだが今後の指標次第ではその可能性もあるので大幅な下落も確保しよう。自分は積み立てを除き現時点で米国株に投資はせず下落時はマイルール通りに差し値注文で資金を入れていこうと思っている。はい、こんなところですね。 また分からないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。